最初の動きですが、はい、用意の姿勢から、はい、下から上にというイメージですね。はい、そして、はい、左右に、はい、腕を伸ばしていきます。この時にしっかり立てた手首、縦四頭ですね、この作りをしっかり持って構えてください。はい、次に猫足、はい、2、はい、蹴頭受けから、はい、一本拳で、はい、抜き手に入ります。はい、その時にしっかり猫足立ちが崩れないように、はい、
それでは次に運数という型を行います。この運数という型は、型の3要素技の緩急、力の強弱、体の伸縮、こういった技の使い方が凝縮された型であります。ジャンプがあり、伏せて蹴りがありというような体を大きく使って、そして身軽に素早く、大変、目まぐるしくスピード感ある型であります。それでは運数をやっていただきます。よっしゃ、はい。それでは、最初の動きから始めましょう。はい。最初の動きですが、はい、用意の姿勢から、はい、下から上にというイメージですね。はい、そして、はい、左右に、はい、腕を伸ばしていきます。この時にしっかり立てた手首、縦四頭ですね、この作りをしっかり持って構えてください。はい、次に猫足、はい、2、はい、蹴頭受けから、はい、一本拳で、はい、抜き手に入ります。はい、その時にしっかり猫足立ちが崩れないように、はい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 、しっかりこの軸足の締めですね、これがないとやはりこう重心がぶれますので、片足に重心をかける中でしっかりした軸足の作りを意識して立ってください。はい、次に、この角度ですが、やはり肘は脇腹の中に収めて、はい、手が外という形で構えるのがいいでしょう。はい、それでは次に四方突き、はい、はい、はい、基本的には、どうしてもこう振る中でこう手首が、寝てしまう、寝ないようにですね、しっかり立てるというのは基本なので、はい、そこを、はい、1、しっかり立てます。立てて、はい、突き、はい、2、立てて突き、はい、しっかりこうスナップを使って手首を縦四頭に持っていってください。3、そうですね、はい、4、そういう形ですね。はい、続けてどうぞ。はい、よーい、そのもう一度構えて、よーい、はい、斜め前に滑り込みながら回し蹴りというふうな型です。はい、1という形で、はい、相手の技をかわしながらというような形で回し蹴りをします。はい、収めながら、はい、次に手を必ず入れ替えます。はい、入れ替えながら、はい、突くという、蹴るという形ですね。はい、ここがポイントですから、しっかり間違わないでください。はい、どうぞ。はい、次から、はい、
はい、それでは、はい、起き上がりながら構えてください。はい、起き上がりながら、はい、1、はい、この形ですね。これをしっかり作るということですね。はい、そこから、はい、ゆっくり手足が同時に、はい、もう一回、右足、右手、この動きが同時にスーッと技を使うようにしてください。はい、そうですね。はい、ここがポイントですね。はい、しっかり手首を立てる。はい、次に腰の動きと同時に運足を使います。はい、2、引きつけながら必ず平足に構えるということが大切ですね。はい、もう一度、はい、腰の引きつけ回転に合わせて手を構える。はい、1、そう、はい、はい、2、はい、これを連続で、はい、もう一度際立ちから行ってください。はい、どうぞ。はい、はい、止まりました。はい、次ですね、蹴りながら連続で受けて逆突き。はい、どうぞ。はい、もう一度、引き足を取りながら方向転換です。この技は大変難しい技で、蹴ったこの膝の位置がですね、下がらない、膝を抱え込みながら方向転換、ここがポイントです。はい、どうぞ。はい、はい、続けてください。ゆっくり手を持ってきながら素早く、はい、縦四頭から、はい、はい、やめ、はい、はい、ここはですね、はい、最初の、はい、構えから、はい、ゆっくり手が出しながら、手を出しながら重心を前足にかけながら止まるんじゃなくて、止まるか止まらないタイミングで入り込む、ここがポイントですね。はい、どうぞ。重心をかけといて素早く、はい、次、腰のキレを使って連続動作。はい、はい、次、ゆっくり緩急を使って、はい、受けて決めます。このポイントがしっかり、次はこの空間の、この肘の腕の空間、ここに膝を抱え込みながら蹴込みで打ち込んでいきます。はい、もう一度、この手が離れないということですね。手掌をこのくっつけたままですね、このまま抱え込むということですね。はい、どうぞ。はい、続けてください。はい、もう一度、はい、追い突きから、このポイントは腰のキレを使って、はい、際立ちになります。はい、もう一回、この腰の使い方がしっかり溜めて腰を切る、そういうイメージで、はい、はい、はい、引き手をしっかり肘を引くという感じですね。はい、はい、2、3、腰の切れ、はい、4、5、はい、最後までどうぞ。は
はい、やめ。はい、このポイントですが、はい、足の振り上げとともに、高く腰を浮かしてジャンプ。このタイミングは非常に難しいんですが、脚力を使いながら自分の体を、はい、ちょっとゆっくりやって、はい、持ち上げながら、そして体を縮めるっていう、そういうイメージでジャンプしてください。体を、膝を上げながら自分の体を縮める、そういったイメージでジャンプをしてください。はい、どうぞ。はい、続けてください。はい、ここの最後のポイントになるんですが、正面から見ますと、はい、ちょっとジャンプをしました。はい、次に、はい、一で受け、これが最初の受けの段階で落としてこの構えになりますね。こっから右手は下から上、左手は上から下という形で手を使ってください。はい、絞りながら開いていく状態ですね。はい、そして手首がこういうふうに伸びないということですね。必ず低床を持って手首を曲げる。そして、はい、落としながら、はい、もう一度前に行った時は左手が上で右手が下、はい、ここから、はい、絞りながら開いていく。はい、ここがポイントです。で、肘が体から離れない、また肘が開かない、肘と脇腹は常に密着しながら前に出していくというのがポイントです。はい、次に、はい、最後に、はい、なりましたね、形最後にね、はい、上げ受け逆突きですが、しっかりここは体を反転させながら、はい、必ずこの手は添えるということですね。はい、そこから、はい、腰の切れ引き手、はい、もう一度、はい、そこがポイントですので、体をひねりながら、はい、一、はい、はい、そこから引き手、そうですね、で逆突き、はい、それを、はい、最後もう一度一挙動で、はい、やめ。うっせー。
うるせえ。Yes, sir!